シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は今週末公開作品9月27、28の公開作品について語りながらシネマサロンの課題作品を決めていきたいんですが、今年一番とも言えるぐらいの渋滞週のような気がするんですが、そんなことはないですじゃあ早速竹内さんお願いします。1本目、日本、あ、じゃあアメリカアカデミー賞の日本代表作品にもなりましたクラウドね。クラウド、まあ、これはベネチア国際映画祭のワールドプレミアですで、に話題にもなってましたけど、まあ、その同じ時期にねアメリカアカデミー賞の国際長編賞日本代表作品になったってことで、まあ、結構菅田将暉の久々の映画主演作でもあるし、キャスト結構すごいよね。魅力あるキャストがいっぱい揃ってるし、まあこれはもう二重丸一本目でいいんじゃないかなということで、監督脚本は黒沢清監督、1955年生まれ、当年69歳、カンヌ国際映画祭で、ある視点部門で東京ソナタで、審査員賞、すでの旅で監督賞、そしてあの NHK のね、ハイビジョンで撮ったやつですか、スパイの妻劇場版で、ベネチア国際映画祭の銀獅子監督賞を受賞してますね。まあもう世界の黒沢という2人目の世界の黒沢になってますけど、いうことで非常に楽しみで、久々になんかテレビ CM やってましたね、うん、この規模で、うん、やっぱり須田君が主演ということもあるんだと思うんだけど、まあ、いうことであれですよね、本来的には柄はそんなに大きくないんだけど、うん、結構今大きめに見える一本かなと、まあ、ジャンル映画にだとは思うんですけどね、うん、だから女性ファンがどこまでついてくるかっていうのはあると思いますけど、まあ文句なく今週の20丸1本目でした。で20丸もう1本ありまして、まあ予想通りだと思いますけど、憐れみの三章ですね。まあ今年すでに何だっけあの作品は、哀れなる者たちか、でベネチア映画祭の金獅子賞を取って今年の公開でもかなり話題になった作品ですよね。いうことでこれは2024年今年の、アイルランド、イギリス、アメリカ、ギリシャ、合作で今年のカンヌ国際映画祭に出品されて、最優秀男優賞をジェシー・プレモンズが取った、いうことで、まあ多分カンヌね、そのベネチアの金獅子取ったばっかりで審査員も何かあげないとっていうのはあったと思うんだけど、まあ、男優賞で収めた感じですよねというふうに僕は思ってますそんななんかあげないと風なことってやっぱあるんですか。あげないとっていうか多分作品が良かったんだと思う。だけど金獅子取ったばっかりだし、他の作品で推したいものもいっぱいあって、誰か審査員のうち一人がものすごい強く推してた、じゃあどうですかジェシー・プレモンズの男優賞でっていう打ちませんか、まあその辺かないいとこですね。まあそうかな、脚本賞でもよかったと思うけど、でも脚本賞やっぱこっちでしょ。じゃあそれでありそうですよね。いやもう結構そういうことは多分しょっちゅうあると思うんですよね、うん、いうことでやっぱり何かはねあげなきゃっていうことで考えた時に多分ジェシー・プレモンズだね、まあカンヌとアカデミーは相入れないっていうふうにずっと昔から言われてますけど、最近そうでもないと思うん で、ジェシー・プレモンズのアカデミー賞主演男優賞ノミネートもね十分あり得ると思うし、他のキャストもあるんじゃないかなと思いますけどね。エマストーンもまたねノミネートされる可能性ありますよね。まあいうことで、まあこれでもオムニバスなのかね、なんかそう見えますよね、まあでも楽しみですよね、きっとヨルゴス・ランティモスらしい、毒気のある面白い皮肉なアイロニックな作品なんだと思うんですよね。キャストも揃ってるし、なんかあんまでも重い感じはしないですね。そう、なんか軽いよね、うん、なんかコントってあのいわゆる一幕もの衝撃のなんか風合いをもう横弦とかでは感じますよね。このだってこのお面つけた、お面っていうか顔拡大した、そうそう、これがもうそういうね、あれはあれ、これ多分オリジナルだと思うんですけどね、
あと予告編もあのユーリズミックスのスイートドリームですかね。あーユーリズミックスね懐かしい、ボイッシュっていうか、なんつうんですか、両性具有体な、はいはい、彼女なんつったっけ、彼女はね、なんだっけ、ユーリズミックスのボーカルがね、かっちょいいのよ、なかなか、あれ銀髪のね、そう銀髪、銀髪じゃなかったっけ、金髪ですね、あれ金髪なの、確か俺は金髪だったような気がするんだけどね、フレッド・ブラッシーかあのユーリズミックスのボーカルかっていうぐらいね、銀髪な感じがしたんですよ、アニー・レノックス、アニー・レノックスだ、懐かしいね、アニー・レノックス、うん、あれは金髪ですか、金髪だと思います、ね、そうですか、僕はなんか銀髪でずっと記憶してました、まあいうことでね、これはもう絶対見たい作品かなと思います。で、丸の1本目東京流れ物、まあ、これ僕3回ぐらい映画館で見てますけど、でもやっぱり 4K デジタル版、昔から結構やっぱあんま綺麗なプリントで見たことないんですよね、だいたいどっか欠けたり燃えたりしててね、あのどっかちょん切ってくっつけたりしてるプリントしかなんか見た記憶が、最後に見た時はもうボロボロでしたよね、そのプリント、なんで最後3回目に見た時はね、なんでこれ 4K でやっぱりね超綺麗なんですよ、あの色の使い方がね、あのホリゾントの裏でなんか赤黄色み緑とかねこう変わるみたいなとこもあったり、あとなんだっけ、これあの別にネタバレじゃないと思うんで言いますけど、ヘアドライヤーの会社とあのタイアップしてて、全く関係ないとこで渡哲也がヘアドライヤー取ってなんか髪に当てようとするっていうね、すごいわざとらしいタイアップ広告もあったりして、あとなんかあの公言されてるらしいんですけど、なんだっけ、ララランドの監督がね、ララランドで東京流れ物にオマージュを捧げたって言ってるんですよね、これ結構有名なエピソードらしいんですけど、まあ他にもここのチラシの裏にはウォン・カワイ、ウェス・アンダースン、 ジャームッシュ、あデイミアン・チャゼルですね、それからあのレフン、なんだっけ、ウィンディング・レフンだっけ、あなたやりましたよね、レフン、あれあなた出た後クロックワークス、うん、だと思う、おまでか、作品名はなんだっけ、あれちょっとだって俺クロックワークスじゃないもんだってどれやったか覚えてないけど、あまあタランティーノもね絶対に清純 の影響を受けてると思いますし、スタッフもね鈴木清純組で、しかも原作脚本は川内浩範、川内康則なんですよ、川内浩範は知ってますよね、月光仮面、まあそう、あと有名なエピソードがあるじゃないですか、有名なエピソード、うん、だから森進一が勝手に歌詞書いてさ、はいはいはい、おふくろさん歌ったんで、はいはい、お前が絶縁だって言って、死ぬまで絶縁してたっていうね、あの耳毛が出てる人、あの耳毛がねずっと伸ばしてる人ですね、そう月光仮面のだから原作がその日本のヒーローものの草分けの人ですね、なかなか本人は面白い方だったらしくて、なんかあの日本政府のな顧問みたいなこともやってたりして、まあ、かなりあのいろいろななんか不思議な人ですよね。でこれちなみにあの作詞ね、どこで生きても流れ物ってね、あれの作詞も川内浩範ですね、あの東京流れ物はもともと歌が誰が作ったか分かんないんですよ、で作詞だけいろんな人が変えて、この渡哲也バージョンの前には松方弘樹版とかもあって、で渡哲也版の翌年には藤純子版、藤純子のまた歌詞がまた全然違うんですけどね、でいろんな歌詞があるんですけど、まあこれは川内浩範先生がお作りになった東京流れ物でね、うん、これチラシの、ね、写真見るだけでカラフルで綺麗ですね、うん、かなりあの、なんていうんですか、色がすごいね、あちょっと不思議な風合いの映画なんですよね、見ててこれはね、ぜひおすすめで、あのご覧になってない方はね、それで前も言いましたけど、と普通は僕らはさ、不死鳥、不死鳥、フィニックスのことを不死鳥って言うんですけど、うん、渡哲也さんだけ俺は不死鳥の鉄だぜ不死鳥って濁るんだよね、そうなんだ、濁るんですよ、これもねぜひあの映画見てご覧いただいて耳で確かめていただきたい、渡哲也さんだけ不死鳥の鉄って言うんですよね、不思議だな、僕は映画見ながらさ、なんで渡さん不死鳥って言うんだ、本当は不死鳥っていうのかね、あれ不死鳥ってことはないよね、で映画の中ではね何度かその不死鳥の鉄って自分で言うんですよ、それもなかなかおかしい、ヒロインは松原千恵子で、あの新谷英明、新谷秀明や河内民夫、あと郷英二なんかもね、郷英二は知ってますよね、あのほらいなくなった有名な歌手千秋直美さんの旦那さんですね、郷英二さんがいなあのお亡くなりになって千秋直美さんは
一線から姿を隠したと言われてますけど、まあ、ゴエジさんとかね、あの日活のその頃の悪役がいっぱい揃って出たりしますんで、まあ、なかなか楽しいと思います。次、2本目の丸、どこまで皆さんが予想してたか分かりませんでしたが、ドキュメンタリー部だった来週だった、ベイビーワルキューレ、ですね。来週にはドキュメンタリーオブベイビーワルキューレもやりますけど、ナイスデイズ3作目ですね。まあ、監督脚本はご存知坂本裕子監督、1996年生まれなんで、まだ28歳なんですね、坂本監督って。若いね。うん。で、来年の春はいよいよね、メジャーなのかな、反メジャーなのか、眠るバカというね、作品、原作もんなんで、うん、今までの坂本裕子監督とはちょっと一線を隠してると思うんですよ。多分なんかやっぱり坂本監督の活躍を見て、どっかがね、原作ものをやってみませんかってオファーしたんじゃないかと思うんですけど、これ楽しみですよね。で、あと現在テレビでね、ベイビーアルケールエブリデイだっけ、ベビーエブとかって言われてますけどね、うん、が、テレビで放映中です。まあもうね、このシリーズに関してはあのそんな言うことはなくて、今回も高石あかり、伊沢沙織、水石アトム、中井智ほかね、結構キャスト、レギュラーが揃っていて、ゲストに前田敦子さんと池松壮亮さんがいて、池松壮亮がなんか幻のナンバーワン殺し屋っていうことで出てくるってことで、なんか今現在テレビで放映中のね、なんだっけあの人、北京現地、本田博太郎さんが一応第2位ってなんかドラマの中で言ってたんでしょ、うん、だから第1位は池松さんだ、まあ、そうだと私も思って見てで、佐藤さんが言ってるんで、うん、まあきっと大プロデューサーの言うことなんで当たると思いますよね。楽しみですね、そこも次、丸の4本目、三角にしようかと思ったんですけど、一応そんなに見たくないんだけどねなんか知らないけど、丸にしようか三角にしようかに考えて、なんか丸の最後に持ってきてしまいました。ビートルジュース、ビートルジュースということでね、今回は英語が書いてあるわけじゃなくて、日本語でビートルジュース、ビートルジュースね。2024年のアメリカ・フランス映画、ベネチア国際映画祭のオープニング作品ということで、監督制作はティム・バートン、1958年生まれの66歳、まあ、数々の作品、元はあのアニメーターで出発して、なんだっけあれ、彼の作った17分かなんかの短編ね、有名なやつがあって、それからまあ数々の作品を、実写でも撮ってきて、今回もノー何ノーなんていうんですか、今のなんですか、 CG ノー CG でノーなんとかとか言ってますよね。全部なんか自分の工夫でこうやれるようなアナログな世界観の映画を目指したというようなことをおっしゃってまして、でキャストにもなんか久々のイノナライダーがね、同じビートルジュースの人と同じ役で出てきて、しかもやっぱり主演がマイケル・キートン、イノナライダーじゃ弱いと考えたんでしょう、映画会社が。これにあのなんだっけ、ジェナ・オルテガ、今ね若者に人気絶大な、あのアメリカでは人気絶大なジェナ・オルテガをくっつけて、レギュラーだったキャスリン・オハラとかね、あの出してる、あとモニカ・ベルッチがねゲストで出てますよ。元の奥さん役だから前も出てたのかな、ちょっとよくわかんないですけど、まあいうことで、僕あの前作見てないんであんまり思い入れはないんですよ。そんなに僕この監督そんなに好きでもないんだけど、同じく、うん、好きな人多いですよね。そうなのよ、やっぱりこう、うん、特にあのシザーハンズ、うん、この間そういえばね、あの上映っていうか、あの再映が一回中止になったみたいですけど、あれなんかやるんでしょうね、きっとね、どっかで、ね、あの 4D かなんかでね、だから止めたんだと思うんだよね、いわゆる配給止めをし損ねたってことだと僕は思うんですけど、まあ、 あの特にシザーハンズはね、ジョニー・デップがあのカカシじゃねえよ、あの人造人間じゃない、なんつうのにね、扮したっていうことで、まあ、すごいファンも多いですよね。僕はあの一番あの短編が好きだな、あの彼のね、あれ良かったよね、すごくあれは好きなんだよな。あとあんまり好きじゃない、そんなに見たいとも思わなかったんで、結構見逃してますね。多分全部で5本ぐらいしか見てないんじゃないかなと思うんだよ。ちなみに T さんは、私はあれが好きです、うん、ナイトメアビフォーアクリスマス。ナイトメアビフォーアクリスマス、これはあれでアニメだよね。そうです、そうです、あれ好きな人多いですね。あれも好きな人多いよね、あれもディズニーランドの、ね、あ
ディズニーランドにいるの？そうです、ホンテッドマンションがハロウィンになるとあの、あ、そうなんだ、あのバージョンになるんですよ。もうディズニーランドも全く興味ないからわかる、わかります。いや昔何回か行ったけどね、うん、当時の彼女とだけど聞いてないから。聞いてないよね。あとアメリカのフロリダのディズニーワールドにも行きましたよ。だからあのディズニーワールド空いてたんで、あの一番人気のなんていうのこのジェットコースターみたいなやつ、うん、連続5回乗りました。楽しそう、うん、もうだってここで並んでもすぐ乗れるんだもん。こうやって降りてきてすぐ乗れて5回連続ぐらい乗りましたけど、まあそんなことはどうでもいい話して思い出しました。フランケンだね。 あれがフランケンウィニーか、あれがいいよね、素晴らしいと思いました。うん、まあ、いうことでね、一応リクエストも来てんであれですね、うん、次三角の1本目、まあ前々からね視聴者の、方がね、うん、この作品についてもう1年ぐらい前かな、うん、からずっといろいろとあの注視されてるようで、まあいろいろななんか、うん、アメリカでも話題を呼んで公開が遅れたのはそのやっぱりその権力者の中でね、その幼児性愛でこのまあ団体、あの要するに言っていた団体とつながってた人がいるんじゃないかとか、いろんな憶測が流れたりした作品で、まあ、非常に話題になったみたいですよね。2023年のアメリカ映画で監督脚本はメキシコ生まれのアレハンドロ・モンテベルデ、1977年まで47歳で、これが長編3作目ですね。いうことで、まあ、キャストもアメリカのねジム・カビーゼル、ミラ・ソービの、いろんな方が出てまして、それで、まあ、実際に何ですか、どこだっけ、アメリカ国土安全保障省の、捜査官だったティムがそのコロンビアの性犯罪組織と立ち向かってたんだけど、途中でもうやめろと言われて、それはできないってことでその国土安全保障省を辞めてまで彼は子どもたちの救出、人質になってる性犯罪の子どもたちの救出にまあ勤しんだ話ですよね。でなんか悪者が言うには、なんかは1回だけだけど子どもたちはなんか1日4回も金が稼げるとかなんか言ってるらしく、非常にあれですよね、極悪非道な、うん、まああのいわゆるそのなんていうんですか、マフィアのこう稼ぎの中でも最も下劣な犯罪ですよね。しかもなんかアメリカやっぱ子供がさらわれる率は高いもんね、ものすごく多いらしいですね。中国も多いみたいだけど、うん、アメリカはもうダントツで多いみたいですから、だから日本人がね、あの子供が学校に一人で小学生が通ったりするのを見るとびっくりするっていうか犯罪だっていう、うん、あれはあの親はどうなってるんだ、ネグレクトかっていうぐらいでね、うん、あの特にあの電車の中で一人で電車通学してますからね、うん、子供たちね、うん、まあ、そう考えると日本は平和ですよね、うん、まあ、アメリカなんか一人で絶対親がね、学校まで連れてったりするもんね、車でね。ほらあのエプスタインって人がねそういう子供集めてたっていう、ああありましたね。それで捕まっちゃったんだけど獄中死してるから、それも闇の勢力に殺されたんじゃないか的な、まあまあ そうかもね、うん、そういう話もあるから、うん、まあということで非常に話題になったけど、そのいろいろななんかあの障壁があったんじゃないかということで、賞とかもそんなに取ってないのは、なんかそういう表沙汰にしたくない人たちが裏で手を回してんじゃないかとか、いろんなまあ噂が流れていて、これあのネットで検索すると、今あのなんだっけ、あのテレビ東京とかでやっているあの先生ね、世界の現状をほら、池上さんがこの映画の解説かやってます。池上彰が解説してんの、うん、なんまたなんか偉そうですね。池上さん好きじゃない。いや、そういう問題じゃないですよ、別に。まあ、いうことでね、まあ、ネットで検索してください。次、三角の2本目。傲慢と善良ですね。原作は辻村美月先生が朝日新聞社から出している。もともと週刊朝日かなんかの連載だったと思うんですけどね。で、脚本は清水由佳子さん。あの手紙、ホテルロイヤルなどの映画や、なんといってもテレビでエール、リバーサルオーケストラ366日などを、脚本書いた清水由佳子さんで、監督は萩原健太郎さんで、今年はあのブルーピリオドがね公開されましたけど、今年2本目、1980年生まれの44歳で東京グールで、劇場映画デビューして、
さよならまでの30分などを監督してますね。で今回は主演は藤ヶ谷太輔直というね。でキャストもね、倉優希、桜庭ななみ、荒目健二、宮崎美子、西田直美、前田美波里。前田美波里さん久しぶりですね。今は朝日文庫から出てるんですね、原作は。なんかこれ話的にはさ、ある男とか、あとなんだっけ、この間の杉崎花ちゃんだっけが出てた若葉瑠衣君と言いました、あれなんだっけ今ね、あんのことっていうのが出てきちゃって。なんであんのこと、あんのことどこに関係があるんですか、ね、全然関係、あ、いちこ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 とかある男とかと話は似てますよね、うん、なんかマッチングアプリかなんかで知り合った2人がやっぱりなんか奈緒さんがこう消えちゃうんだよね。で藤ヶ谷君がいろいろ調べると、うん、なんか全然違う人、話的には結構一緒だよね、うん、どうなんだろうこれ。まあやっぱり時代がなせる、割とみんな同一的にこう考えちゃう、うん、まあ考えちゃうよね、うん、今アイデンティティがない時代だもんね、うん、っていうかアイデンティティを仮に作れる時代っていうのかな、うん、まあ、自分のアイデンティティを隠す時代、うん、でも暴かれる時代、まあいうことでね。でもまあこういうお話は面白いですよね、うん、なのでこれもぜひね見てみたいな。まあ、前も言ったけど辻村美月先生は4冊ぐらい読んだけど、どうも僕はあの彼女の女性っぽいその感覚がどうも僕は似合わなくて、ちょっと読み続けられないなと思いましたね、うん、でもまあこの映画はちょっと見てみたいなと思います。次、スーパーハッピーフォレバーということで、海辺の街という副題がついてるのかな、これないね。でもね、スーパーハッピーフォレバーで終わりだねということで、まあ、五十嵐浩平監督は先週もね、短編特集が今下北沢駅前シネマ K2 でやってるんで、その時にいろいろお話もしましたが、まあ日本、まあ、内外でねいろいろな評価を受けていて、ダミアン・マルベ・バニベル監督と一緒に作った映画が、ロカルノで注目を浴びた、サンセバスチャンか、ロカルノかな、ロカルノか、サンセバスチャンか、サンセバスチャンですね。で話題になったりして、まあ、今注目を浴びてるインデペンデント系の新進監督、1980年生まれの41歳、もう41歳なんですね。東京造形大学時期に諏訪信彦監督に師事して、息を殺して、で泳ぎすぎた夜で、このダミアン・マニベル監督と共同監督で、どこだっけ、ロカルノだったかな、あ、ベネチア国際映画祭のオリゾンティだに出品されて話題になったということですね。だからちょっとどんな監督かね見てみたいなというのもあって、ちなみに山本内部さんってご存知ですか質問5度目かな、これ。いや絶対言いそうと思ってました、うん、まあ山本成さんね出演されてるんで、ちょっとそれにちなんでサボさん聞いてみましたやっぱり覚えられないですよね。主演作をご覧になってるんですけどね、うん、まあいいですいうことでね、山本成さんも出演されてますけど、佐野弘樹さんっていうのは、あの主演の、佐野弘樹さんは企画協力もされてるんですね。だからきっとお話一緒にしててこの作品になったんでしょうね、ということでちょっと注目かなと思います。もう一本、日本のインデペンデントから、触れる、触れるというタイトルの作品は、今週27日と来週10月4日と2本あるんですよね。これも珍しくないですか、うん、そうなんです。まあ、来週の触れるはあの丸がつく句読点の、だからどっちだっけ、句点か当点、句点か当点か、うん、どっちだっけ、丸、うん、丸は句点でしょ今何の前点が当点でしょ、点が当点、うん、ああそう合ってますね、じゃあそれで、ね、ということで触れる、触れるっていう、来週のはアニメーション映画ですけどね、今週は実写のインデペンデント映画ということで、この触れる、ピアフィルムフェスティバル PFF アワードで準グランプリを受賞した、監督脚本編集高田恭介監督、まだ2001年生まれだから23歳ですよ、ということで23歳の新映画、どんな映画を作ってるかっていうのもちょっと見てみたいなというふうに思いますね。母を亡くした少女が
触れることで母の喪失と向き合っていく少女の成長物語ということで、まあ、60分ぐらいだったと思うんですけどね、まあちょっと見てみたいなと思いました。次、三角の 1,2,3 5本目、正誤判に生きるということで、2023年の中国映画、東京国際映画祭に出品されて、アジアンフィルムアウォーズで3部門の候補になって女優賞を受賞している作品ですね。監督賞と音楽賞にノミネートされた作品です。で、前作は文化村ルシネマで上演になったね、春光水団のグー・シャオガン監督の、作品ということで、グー・シャオガン監督も結構自主映画で何本か撮った後に、いわゆる商業映画で、こう前作のこの春光水団でデビューして、それがすごく話題になって、これがその2作目ということですね。僕は春光水団見たんだけど、まあすごくそのこれ山水映画っていうふうに目打たれてるんですけど、その山水映画的な部分と現代のその中国が抱えてる問題点っていうのをこうダブらせて、連綿と続く中国の歴史の中で現在の中国を切り取るみたいな、多分作風を目指してる監督だと思うんですよね。だから今回の正誤判に生きるも、美しい風景とその現代の中国が抱えている問題、まあ予告編見るとね、母親がなんかマルチ処方に行ってしまうっていう話を息子が何とかして止めようとするっていう映画に一応見えますけどね、まあ見るとどうなんでしょうかということで、僕春光水団もう一つだったんだよね、好みとしては。すごくよくできてる映画だと思うんですけどね、うん、好みとしてはもう一つだったんで、まああれが好きだったら丸か二重丸にしてたかもわかんないですけど、まあいうことで三角の 1,2,3,4,5 6本目に留めてしまったということですね。続いて三角の 1,2,3,4,5 1,2,3,4 は6本目だね。正誤判が5本目でしたね。ということで、合間にて、監督の永田圭さんは、まあおじさんおばさんが東映の男優で、おじいちゃんも東映の男優ってことで、まあ、子供の頃から撮影所に出入りしてて、まあ、子役としても結構いろいろ出てて、香港映画界にも友達が多い不思議な立ち位置の方で、よくファンタスティック映画祭とか行くと絶対に目につく巨漢の方がいて、それが永田圭監督ですけどね。いうことで、もうすでに監督作品もいくつぐらいと十何本ぐらい撮ってるんじゃないかと思うんですよね。で、最近なんかいろいろ作ってんだけど、なんか公開されてなくて、久々ですね、合間にて、ビトウィーン、公開になったの。東京上の、ふるさとへ戻る主人公が列車に乗るまで過ごす数時間をドキュメンタリータッチで切り取った映画ということです。監督脚本プロデューサーの永田圭監督は1969年生まれだから、もう55歳なんですね、彼もね。この前の公開作品は多分、JK なんとかっていう映画だと思うんですけど、その前が非金属の夜かな、だと思います。いうことで、中田圭監督最近ちょっとお会いもしてませんけど、そのご活躍をちょっと見てみたいなということで、一応三角にしてみました。次、相変わらず一作も見られてない犯罪都市なんですけど、まあ別にどっから見ても僕はいい派なんで、まあこれも三角の 1,2,3,4,5,6,7 本目に、犯罪都市パニッシュメント、犯罪都市シリーズの第4弾ですね。前作はなんか日本の俳優さんとかも出てましたけど、今回はその IT に立ち向かうっていうことで、拳対 IT みたいなね、いやなかなかいいよねこれ、いいですね、拳対 IT、うん、そういうのに引っかかるんですね。結構ね、このコピー好きですね、拳対 IT、 なんだそれ、わかりやすいよね、拳対 ITうん、マドンソクって基本的にアメリカ人なんですね、この人ね。なんか国籍はアメリカなの。なんか17歳まで韓国で育って、17歳ぐらいにアメリカに移住して、うん、家族ともども。それアメリカ国籍を取得されたってことなんですか。アメリカ今アメリカ人だと思うんですよ。うん、もともとのアメリカ人ではなくて、韓国人が韓国籍からアメリカ籍に、うん、なったか、もしかしたら二重国籍かも。あれアメリカと韓国は二重国籍ありなの？二重国籍 OK の国結構多いですよね。だから聞いてるでしょなんであんた質問に答えずに違う話じゃないの？
正直わかんないから。わかんないからね。じゃあちょっとアメリカと韓国はわかんないんですけど。論点をすり替えちゃいます。すり替えたね。なんとか明らかにやるね。ひろゆき論法みたいな。大体あなたいつも質問してもその絶対答えない。わからないですよね。大丈夫みたいです。え？二重国籍。あ、じゃあもしかしたら二重国籍かもね。うん。いうことでね、なんだっけ、アメリカの名前なんだっけ、ドン・ヘンリーだっけ、なんでドン・リーか。うん、あのアメリカのとかマーベルのシリーズとかにも出てるドン・リーとしてね出演している韓国のまあ人気俳優ですよね。もうでしかもこのなんだ、犯罪都市シリーズもう稼ぎまくってますもんね。今やなかなかその商売が厳しくなってる韓国映画の中でも非常に独自な地位を築いてる俳優さんですよね。で今回は、その3作目まで舞踏監督をしてたホ・ミョンヘン監督の初監督作品だと思うんですよね。あ、初じゃないんだ。この前にだからネットフリックスでこのドン・リー主演のなんか SF 映画を作ってるんですね。で2本目ですね、ホ・ミョンヘン監督。それがね、バッドランドハンターズっていう映画で、今年1月26日から確かネットフリックスだったと思うんだけど、配信がね、ずっと続いてる作品があって、これもだからまあドン・ソクドン・リー主演なんですけど、で犯罪都市シリーズでずっと武術武闘 武術監督をやっていたホ・ミョンヘン監督の、まあ、いわゆるだから映画としては初映画ということですね。ネットフリックスいれば2本目と、いうことで、1979年生まれ45歳。ちょっとねこの拳対 IT に惹かれてみたいなという気持ちはありますよね。まあいずれにしてもどっかで1本は見てみたいなと思ってるんですけどね、犯罪都市シリーズなかなか見られず。次、あのチラシをゲットできませんでしたが、シティハンターですね。三角でこんなに一番下にあるのはちょっと見られないからですね。なぜかといえば2週間限定で東京はイオンシネマシアタス調布と大阪イオンシネマシアタス心斎橋でしか上映しないので、さすがにシティハンター見るために調布までは行かないなと。調布まで行かないな、ちょっとやっぱなんか原作者さんのご縁とかなんかそういうことを類推されてる視聴者さんもいらっしゃったんですけど、なるほど、まあね、ちょっともうちょっと場所どっか なんとかなんなかったかなと思うんですけど、いや多分これ企画がね、うん、ここでやるために選んだんじゃないかと思うんですよね。うん、でもプラス1ぐらいしてもいいじゃないですか。いやそれは俺に言われても分かんないですねそんな。でもちろん皆さん原作はね北条司さん先生の大人気コミックシティハンターの日本初実写化で、まあ、ネットフリックスなんでテレビでの CM いっぱいやってるし、なんだっけ主演の彼ね、鈴木亮平さんのあまりにも迫真に迫った、ね、覚えていますよね、うん、もうあのなんていうんですか寄せ方がすごくてですね、まあもうすでにどこか韓国とフランスだっけで映画化されてますけど、これが一番あの主人公によく似てるっていうふうに言われて、で監督は如月がね一躍ブレイクした佐藤雄一監督ですね。1962年生まれ62歳。知らなかったんだけど共同テレビの取締役なんですね。あ、そうなんだ、うん、で如月で、日本アカデミー賞の優秀作品賞と監督賞を受賞して、うん、新藤兼人の銀賞を受賞。その後アスミックでもね、うん、元あなたの部下だった、うんプロデューサーが、はいはい、あの愛さん、愛さん、旧姓愛さん、旧姓愛さん、旧姓愛さんが、うん、あのこの佐藤雄一監督の映画をね、うん、あのブラック企業に勤めてるんだが、うん、もうすぐ限界だとかそんなようなタイトルだったと思う。もう俺は限界かもしれない。もう俺は限界かもしれない。をアスミックエスの時にやって、まあいろいろとあのまあ僕はほとんど絡んでないんですけど、うん、あのやってましたね。の佐藤雄一監督の新作で、まあ、佐藤監督はこの後も、11月22日公開の話題作「6人の嘘つきな大学生」、浜辺美波ちゃんだったよね主演ね、あと赤楚くんか、これがねもう公開が待ってますし、まあだから調布近辺の方と心斎橋近辺の方々は、シティハンタースクリーンで見れるって喜んでる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うし、まあ、遠くから行こうと思ってる方もいるんじゃないかな。ちなみにシティハンターご覧になりたいと思ってますか、ティーさん。いや、なってない。なんだっけ、なんとか仮面、血行仮面と変態仮面、変態仮面とシティハンターだったらどっちみたい。したらシティハンター
それはそこは違うんじゃない？そこは変態仮面じゃないの？ね、答えは期待したかったな。いやもう今絶対変態仮面って言ってくれると思ったのにな。確かに私そっちって言った方がいいキャラでした、ね、なんかなんとなくそっちかなと思って、ね、キャラ設定がちょっとかなり微妙です、ね、微妙なラインですね、はい、そして最後の三角12345679本目の三角は甘い人生。2005年の韓国映画でシッチェスカトロニアン国際ファンタスティック映画祭でサウンドトラック賞を受賞して、大金賞を11部門候補になって、ファン・ジョンミンが助演男優賞受賞と、それから百草芸術大賞で主演男優賞、これは、イ・ビョンホンですね。青龍賞で2部門の候補になって撮影賞受賞、監督脚本はキム・ジウンですね。で昨日かな、おとといかこの甘い人生の予告編を初めて見たんですよ、劇場で、うん、そしたらキム・ジウンの冠に、なんだっけ、反則王とクワイエットファミリーのって書いてあって、うわこれ昔の予告編そのまま使ってるやんと思ったんですよ、ね、あれはどうなんですか、あれ。ちょっとわかんないですね。まあ今だったら、あ違うわ、タンスとクワイエットファミリーだったかな、もうなんかその多分甘い人生の時のその2005年に作った予告編をそのままやってんですよ、汚いフィルムのね、あの焼き直しのやつ。なんであんなの作ればいいのにね、いくらなんでも。まあ安上がりではあると思うんだけどさ。タンス俺見たんですよ。タンスは見たんだ。ゴン。ゴンではないけど。ゴンじゃないんだ。え、じゃあドン。やっぱりあのちょっと韓国サスペンスが結構うん流行ってた時期に、うん、そうだね、検討した。あれ韓国ホラーじゃないの？あ、まあホラーですね、うん、韓国ホラーだと思うけど、ダンスは。で、なんといってもほら、クワイエットファミリーがさ、日本でリメイクされたんだよね、うん、日本であの、それこそなんだっけ、あの三池崇史監督がリメイクして、うん、片栗家の幸福っていうタイトルでやったんですよ、はいはいはい、アミューズだったかな、はい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 、主演沢田研二さんだったね、うん。でやっぱりそのクワイエットファミリーがかなりこのキム・ジウン監督の声名を高め、で反則王タンスっていうのがまた高め、でなんといってもあの続夕日のガンマン地獄の決闘をあの本案化したグッド・バッド・ウィアードがやっぱりすごい話題になりましたよね。僕はグッド・バッド・ウィアードはカンヌ国際映画祭でマーケットで見たんだけど、その時の社長がちょっと土地狂ってですね、カンヌのメイン会場メインオーディトリアムの前のマンションの3階を借りたんですよ、はい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 、でイ・ビョンホンとかあのなんだっけあの彼地下室のソン・ガンホとかがレッドカーペット歩くのを見ながらシャンパン飲んでたんですよ。懐かしいな。ちょうどグッド・バッド・イヤードの上映日にみんなで部屋にいてシャンパン飲みながら彼らがこう赤いカーペットを登ったけど、またいい部屋撮ったんだよ。なんかあの頃はなんか儲かってたんでしょ。そういうの好きですよね。バカなのかって感じだよ。いや S じゃないよ、 T だよ。あ、 T さんか。そうだ、両方好きだよ。 S さんも T さんもそういうの好き。いや S さんはねそこまで金かけない。 S さんだってネグレクスコホテル泊まったんだから。本人がでしょ、うん、本人の贅沢はするけど、それ経費でですよ。いやだから王社長に違う本人のための贅沢はするけど、みんなのための贅沢はしないもん。Tさんはそれみんなのためにっていうのもあったの、まあ、多分見せたかったのもあったんじゃないのかな。あと見栄だと思うし、本人がただ楽しんでただけだと思うし、多分それがその時会社が許してたっていうのもあると思うんだけど、いや別に悪いことじゃないと思うんだよね。でもなんかすごい、だから韓国映画 あのスターたちがこうレッドカーペット登りながらみんなでシャンパン飲みながら見せたの結構楽しかったですね。グッドバッドイヤードは当時カンヌでもすごい話題になったしね。その時竹内さんどこ泊まったんですか？僕は普通にホテルアメリカだと思います。ホテルアメリカ結構好きだったんだよね。あんまり大きいホテル好きじゃないのよ。かといってあのコングレみたいなとこはもう隣から音余計な話してますよ、はい、いうことで、まあそういうあのキム・ジウンね、後に巨匠になりましたキム・ジウンが2005年に撮った映画ですね。後にハリウッドに進出して、あの黒沢監督のなんだっけ、あれはどの映画だっけ、ラストスタンドっていうあのブルース・ウィリス主演のハリウッド映画を撮ったんですよ。これは、黒沢明監督作品の本案映画化だったんですよね。なんだっけあれ、ラストスタンドって。だから香港からね、あのハリウッドに出たジョン・ウーとか
他にも韓国からハリウッドに行った監督いますけど、まあ、キム・ジウンも、韓国で活躍してハリウッドに渡った監督の一人ですよね、うん、はい、続いてランク外1本目、ほなまた明日ということで、これも三角にしてもよかったんだけど、ちょっと作品が多すぎて、不器用で前しか向けない写真家志望の女性と、彼女に振り回されながらも救われていく友人たちの日々を描いた映画ということで、監督脚本の道本咲さんは1997年生まれですから、彼女もまた若干27歳、予告編や CM なんかを撮りながら学生時代に制作した、19歳が PFF アウォードの審査員特別賞を受賞して、まあ、あの政府がやって政府 の, あの下部組織がやってる NDJC でなっちゃんの家族を撮った監督ですね。これがだから一応商業長編ということではデビュー作になるんじゃないかなと思う。割とこ の, よあのチラシ僕好きなんだよね、ほなまた、うん、いいですね、ちょっと雰囲気があっていいよね、うん、よくこの何空気感を捉えている構図だなと思うんですよ、うん、割とインデペンデントのチラシとしたら僕こういうの割と好きだね。前しか向かれへんっていうのもなかなかいいコピーだと思うし、うん、いうことでちょっとねチラシにいわゆるジャケ買いですね、うん、うん、ジャケ買いしてしまいたくなるような、裏もね悪くないのよほら、うん、なかなかいいと思うんですよね。これもだから本来少なければ三角にして、まあ、余裕がある時だったら見たかもわかんないと思います。次もねちょっと面白そうな、サウンドオブラブね、先週質問コーナーにね、SMMR について どう思いますかみたいな、俺全く SMR って知らなかったんですけど、いわゆる何誰かが物を食べてるような映像、うん、お、あ、雑音付きでその音を楽しむ、ノイズを楽しむ、ノイズを楽しむ映画、あ、映像ですね。でこの SMR 動画の、題材になってる顔のない音の世界で知り合った男女が織りなすいびつな愛を描いた映画ということで、監督脚本吉岡あゆたさん、1994年生まれなんで彼もまたまだ若干30歳ということで、ドリル&メッシーで PFF アワードのエンタ、今週なんか PFF アワードで賞取ってる監督たちの作品が多いよね。これぶつけなくてもいいのね、こんなにね一周ずらすとか無理だよね無理だよね、これ設定した時には何も考えてないよね、多分ね、難しいもんだね。でグルービーという作品でミュージックラボの、審査員特別賞と男優賞を受賞しているということで、まあ、ミュージックラボはね数々の監督を輩出している企画なんで、まあ、そういう意味でもちょっとで題材も面白そうです。チラシもこれ悪くないよね、うん、なかなかね、ほら見てこれチラシ、うん、なかなかちょっと興味引くよねこれ、うん、ちょっとなんか洋画っぽいです。洋画っぽいのよ、なんかフランス映画っぽいよね、うん、ちょっとね、うん、なかなかいいセンスだと思います。ちょっとあのこれもジャケ買いしたくなる一本ですよね、うんうん、次ブラッド・スウェット&ティアーズに何が起こったかということで、ブラッド、スウェット&ティアーズは別に好きではないよね全く、うん、に何が起こったのか、まあ米ソの冷戦の渦に巻き込まれた悲劇のロックバンドブラッド・スウェット&ティアーズの真相に迫るということで、まあ、アメリカで大人気になって東欧ツアーに駆り出されたブラッド・スウェット&ティアーズがちょうどその冷戦の中でその東欧な、今俺何て言ったんだっけ、東んな、まあいいや東方ツアー、に出て、まあいろいろな叩かれたり上げられたり叩かれたり上げられたりして人気が落ちていくっていう話ですよね、うん、アメリカ VS 共産主義の不都合な歴史、全米ナンバーに君臨するも国家的キャンセルカルチャーに巻き込まれた悲劇のロックバンドがブラッド・スウェット&ティアーズであると、まあ、視聴者の中でね音楽に詳しい方がいらっしゃいますんで、もし何か一言申したければぜひねコメントいただければと思います。ちょっと面白そうだよね、うん、別にこのブラッド・スウェット&ティアーズにはあんまり興味はないけど、これでもいい名前だよね、血と汗と涙、うん、日本語にすると一気になんか根性主義になる、うん、ね、血と汗と涙図、うん、すごい名前だよねこれ。だからバンド名がやっぱすごい印象的ではありますだよね、血と汗ね、やっぱり日本語に置き換えちゃうんですよ、ね、置き換えちゃうね、なんか甲子園かって感じだよね、うん、ということで監督脚本制作のジョン・シャインフェイフィールドさんは
結構音楽映画をいっぱい作っていて、エミー賞やグラミー賞の候補にもなっている方で、この作品は、ベネチア国際映画祭のオリゾンティ、あ、違う、ベネチア国際映画祭のオリゾンティに出品した映画も作ってる方ですね。この作品はアメリカ脚本家組合のドキュメンタリー賞の脚本賞候補になってるということで、ドキュメンタリーで脚本賞だから結構そのセリフとかトガキとかナレーションとかなんかそういうのが多いんじゃないかなと思うんですよね。うん、で配給どこだと思います？ディスクユニオン。ああそう、ああなんかそういう流れがもういろいろできてくるんですかね。うんうん、なんか多分これどっかが協力してくれればさ、うん、配信とかで一応ね、うん、稼げたりするから、うん、そういうあのいわゆるその映画業界にいない会社とかいない人が自分でね、うん、あのコアなね、うん、方々のことが一番よく分かってらっしゃる、うんうん、でものすごく安く買ったり、うん、まあ、 あの後払いとかだったりして、あのそんなリスクがなければ、うん、個人で今ね、うん、輸入できる時代だからどっかに頼めば、で興行も昔に比べてやりやすいですからね。そうそうそう、みんなあの別に素人だからって省かないから、うん、まあできるよね、る特に知り合いとかがいれば、うん、これだってだって恵比寿ガーデンシネマ、シネマアート新宿、シネリブリ池袋で3巻もやるんだろうな、すごいよね。やっぱり音楽映画の実績があれば、うんうん、あこのバンドだったらこのぐらいはいけますねっていうふうになるんでしょうね、うんうん、なるんでしょうねきっとね、ちょっと面白そうだもんねこれね、うん、次特別先行劇場版神様のサイコロということで、久々に名前聞きますけど、監督脚本飯田ジョージ、まあ、飯田ジョージさんなんといってもあのナイトヘッドのテレビ版がギフトなんかですごい有名で、劇場映画としてやっぱり螺旋と、あとなんといってもキャリアのピークはドラゴンヘッドじゃないかと思うんですよね。当時大人気漫画を妻夫木くん主演で映画化した SF 映画で、まあ映画は正直もう一つだったけど、その頑張り具合はすごかったんじゃないかなと思います、ね、ナイトヘッドじゃないですか。何が今ドラゴンヘッドっておっしゃる。いやドラゴンヘッドだよ。あドラゴンヘッドの原作で映像がナイトヘッドじゃなかったっけ、うん、ちょっと何を言ってるかよく分かんないな。ドラゴンヘッドは漫画で、うん、ナイトヘッドってテレビシリーズかなんか。そうだよ、映像。いやだからナイトヘッドの劇場版とドラゴンヘッドを映画化したんだよ、うん、ドラゴンヘッドも映画化して、そっちはちょっといまいちじゃなかったでした。だから今もそう言ったじゃん。あそっか、うん、あんた何の話を聞いてんの、ね、あのすいません、こうバッとこうフラッシュで寝てた、フラッシュで、うん、え今の話聞いてたらってフラッシュで、うん、カルチャーさんですごい回転したんですよ。ドラゴンヘッドは東宝の大作だよ。いやじゃなくてナイトヘッドだから。俺はドラゴンヘッドの話をしてんだって東宝の大作で TBS かなんかと組んだ超大作です。だってウクライナかなんかに取りに行ったやつですよ。で、もともとコミック原作だったけど、うん、評判はいまいちだったんですよね。さっきもそう言ったやん。そうそうそう、だからそれと、うん、ナイトヘッドがナイトヘッドはフジテレビでやってたのを劇場版にしたのをあるよ。でそれがツタヤですごい回転してる。そうだよ、うんうん、それで大人気になった監督だもん。そう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 、今そう言ったよねずっと説明で不思議な人だねこの人は本当に。ちなみに、うん、あの飯田さんとはお仕事を一緒にした。あそうなんだ、うん、僕は彼がだからまだ学生だった頃に PFF でやった休憩っていう映画から見てますけどね、うん、あの、うん、黒帯っていう作品の脚本が飯田さんで、なるほど、あの長崎俊一さんが監督だったんです。長崎さん監督だったんです、あじゃあもうそれはあの自主映画時代に共闘してたってことですね。まあ自主映画、自主映画、自主映画、違うよ、彼らが自主映画時代から知り合いだから。そうそう、長崎さんもほら「雪がロックを捨てた夏」とか、「9月の冗談クラブバンド」だっけとかで自主映画撮っていて、飯田ジョージ監督もあのさっき言った PFF で、休憩で、確かなんか賞を取ったかな、してたんだよね、うん、あの共同プロデュースした方が、うん、あの監督と飯田さんと両方知り合いで、うん、あのぜひってことで。なるほど、まあだから飯田さんとしてはすごい、しかもなんかあのホームページちょっと見たんだけどコメントが書いてあって、キングレコードさんのご好意によりあのオリジナル脚本で映画を作ることができましたみたいなことが書いてあって、感謝しますみたいな、うん、いうことでキングレコードさんの企画なんですねこれね、うん、まあちょっと見てみたいなと思います。2024年の10月9日に予定されている放送の、テレビドラマの劇場先行上映版と、
いうことですね。脱出ゲームに翻弄される動画配信者5人を描く映画ということみたいですね。これはだから劇場版きちんとした映画として考えるとすごい久々なんじゃないかなと思います、うん、次、4畳半のジェネオスということで、俳優活動、映像作品、実習制作などをずっとやられている田辺明弘監督が、監督、脚本、企画制作、撮影美術、編集、VFX を兼任してお作りになった映画、田辺監督は1986年までの38歳ということで、SNS を通じ集まった少人数のスタッフにより制作された特撮ヒーロードラマということらしいです。4畳半のジェネオスっていうタイトルからまあきっとそんな感じなんでしょうね、きっとね。まあ、ちょっとよくわかりませんが、そういう作品みたいです。次、チラシをゲットできませんでしたが、静かなるドン2後編ということで、先々週ですか、静かなるドン2前編の話をしたと思いますけど、原作に行った達夫さんで、シリーズ第2弾ということですね。で、前編、まあいいや、もうこれはで、まあ、監督は、もちろん前編と一緒の、成瀬清人監督ということですね。次、これもどれがタイトルだか全く分かんなかったんですけど、僕にはね、どれがタイトルなんですか、これ分かんないですね。劇場版からしたんじゃないですか。2024年9月27日がタイトルじゃないのかなわけないでしょ斬新。いやいやいや、あとここで一生ギター弾くがタイトルじゃないなわけないでしょ。なんでキャッチですよ。どう見てもここで一生ギター弾くがタイトルだよ。劇場版って書いてあるじゃないですか。いやそうだけどさ、これわかんねえだろタイトル。俺大体この辺ほらアニメって劇場版なんちゃらかんちゃらが。でもこれ劇場版がなければどこがタイトルだかわかんないよね。劇場版があるからわかるんですよ劇場版バンドリーム It's My Go の前編ですね。しかもサブタイトルが春の日だまり迷い猫ということで、メディアミックス展開しているガールズバンドプロジェクト、バンジードリームバンドリの、バンドリ登場、バンドマイゴーの結成秘話、2023年放送テレビアニメバンジードリームイッツマイゴー新規カット追加して再編集された劇場版の総集編の2部作の前編。よくわかりませんねもう全然僕にはよくわかりません、すいません。こっちの方全く暗いんでよくわかりません。機動戦士ガンダム The Origin ムービーエディション第2章海戦編シリーズということで、2015年から18年、全6話で展開した OVA シリーズ機動戦士ガンダム The Origin 全3章劇場上映を再編集ムービーエディションの第2章、まあ、いうことらしいですね。はい、今週は以上でございます。あれ、マルゴー&ドライブ言いますか。あれ、マルゴー&ドライブ丸つけてるのに抜けてません。確かによくお気づきになりましたね何かあったのかなと思いました。マルゴー&ドライブすごい好きなの本来だとクラウド、アーレミの3章で、丸の1本目が東京流れ物、ベイビーワルキューレ、ナイスデイズ、次がマルゴー&ドライブレスター版だったのに飛ばしちゃいましたね。何か諸事情があったの諸事情ね、なかったですよ、まあ、チラシがなかったのもあったし、飛ばしちゃいましたということで、今週僕の見たい丸の3本目通算でいうと5本目はマルホランドドライブレストア版ですね。これは当時松竹だっけ、 IQ は松竹富士だったっけ。いや、コムストックさんと共同だったような気がする。あー、コムストックか、うん、で、僕はこの時見逃してるので、うん、ぜひ見たいなと。カンボで結構話題になったんだよね。全く DVD とかもちろんご覧になってない、見てない、見てない、うん、めちゃくちゃいい絵っていうか面白いですよ、うん、大好き。いやだからね、これはちょっと見たいな。え、ネオミ・ワッツと誰だっけ主演、誰だっけ、忘れたな、うん、まあいうことで、マルホランドドライブが、うん、これ1週間限定なんです、ね、1週間限定、しかも上映回数少なかったよね、うん、上映回数は少ない、だけどなんか劇場は結構どんどん増えちゃったみたいですね。そうなの、うん、あ、なんか追加って書いてあったね。そう、うん、一応新宿ピカデリー丸の内東映ヒューマントラストシネマ渋谷、あとどこだっけ、下北駅前シネマ K2 だっけ、ストレンジャーだっけ、うん、どっちかでやるよね。うん、うちの近所だとイオンシネマの茅ヶ崎と小田原のコロナシネマワールドでやるんですよね、うんうん、確かに
上映時間がね、7時とかが19時とかが多いかもしれません。うん、まあまあいろいろですね、うん、ちょっと見にくいのよね、うん、いやだから東京の流れ物とかマルホランドドライブさ、課題作にしてもいいんだけど、うん、ちょっと見にくすぎだよね、うん、残念だね、うん、残念だね、残念です。あの残念ついでに、うん、ちょっと私今日早く来すぎちゃって、おう、なんで早く来すぎちゃったの。あ、早く起きちゃったんだ、ジジイだから。2時半に起きました。あ、そうか、そのまま来ちゃったんだ。そのまま来ちゃったんだ、よく電車があったね、うん、で、うん、あの T さんと収録前にお時間がたっぷりあったんで、うん、たっぷりあったんだ、よかったね、楽しかったね。あの話題の極悪女王を竹内さん見てもらえないかなってダメ元な。どうやって見ればいいの、僕は。ネットフリックス。だからどうやって見ればいいの。ネットフリックスで。だからどうやって見るのって聞いてる。テレビで。絶対自分で入らないで。だからなん、ここで見るの。違います。どこで見るの。竹内さんのパソコン。シネマサロンが加盟して。でもドラマだから TVer みたいなノリで5話なんで。5話。でもこれは竹内さんに見てる。俺さ、どうもさ、あの原田エリカ見てると、うん、クラッシュギャルズっていうよりもジャッキー佐藤にしか見えないんだよね。うん、だついあの2人をビューティーペアに見えてしまうんだよ。あとほら、ゴーリキアヤメさんね、ゴーリキアヤメ大好きじゃないですか、うん、そう、竹内さんね、ゴーリキアヤメもクラッシュギャルズのライオネス・アスカにはちょっと見えないんだよな。でもまあ別に似てなくてもいいんだけどね、うん、あと他にさ、結構伊毛遥が牧上田とかやってんだよね、うん、これも楽しいよね。豪華ですよね。で、ネア・リョーカがデビル・マサミでしょ、うん、ブル中野を堀桃子さんがやってんですよね。結構これ楽しいよね。あとね、これは長与千草さんが言ってたんだけど、全日本女子プロレスの経営陣の松永兄弟がね、そっくりらしいです。そうなんだ。だそういうネタは竹内さんじゃないと分かんないじゃないですか。で、あのなんだっけ、みんなはさ、あのほらレフリーね、阿部史郎レフリー、悪のレフリーね、弟拓真さんがやってんだけど、イメージはマキタスポーツなんだけどなって言ってる人いましたけどね、まあ、確かにまあマキタスポーツ、まあ、ありかも分かんないけどね、うん、ということで、じゃあ極悪同盟課題作だよ。いやいや、だから5話で何分あんのよ。45分かける5ですか。うわ、あんな長いの見られないよ、うん、ドラマを。でも第1話だけだったらいいよ、お、いや、あ、いや飛ばしてくれんならよ。絶対見ちゃいますよ。どうやって見ればいいのだから。じゃあ T さんから竹内さんにご教授いただいて、うん、まあ、いいや、そのなんか後でどうやって見るのかだけ、うんうん、教えてくれれば。安いのでか、あの、まあいいよ、ないよ、新規加盟は。まあじゃないと無理ですよ、ね、いや、加盟はしないから、うん、加盟というか、まあまあいいよ、いいよ、あとでいいよ、入り方を伝えて、はい、じゃあそれはちょっとエクストラってことで、まあ見るかどうか分かりませんよ、まだこの段階では断言しませんから、はい、じゃあでもあれだよね、ゴーリキアヤメと金田エリカの、うんうん、そうそう、クラッシュギャルザーみたいな。 T さんね、実はもう見ちゃいました、全部一気見しちゃったんだって。5話だからいけちゃいました。じゃあ、戻りまして T さんの、はい、興味のある作品はいかがでしょうか。はい、私の興味のある作品は、はい、クラウド、うん、哀れみの三章、うん、ベイビーワルキューレ、ナイスデイズ、うん、ビートルジュース、ビートルジュース、うん、サウンドオブフリーダム、うん、東京流れ物、うん、聖湖畔に生きる、うん、傲慢と善良、うん、犯罪都市パニッシュメント、うん、スーパーハッピーフォーエバーです。なるほど、あんま変わんないね。そうです、うん、多いでも多いね、多い、はい、クラウドと哀れみの三章はもう決まりだと思いますが、まあそうだよね、これだけ多いとどうしようかなと思ってたんですけど、うん、自分はちょっとやっぱりどうしても取り上げてみたいなというのはサウンドオブフリーダムなんですよ、うん、いいんじゃない。だからこの3本は決まりで、はい、ただ東京の流れ物はね、さすがにこれ19時からだけしか東京一巻だし、うんうん、だからさっきも言ったじゃん、そういいよ別に見れなくたって見たいけど、まあ、でもね、超この 4K なんで多分超美しい、時間さえ合えばちょっと見たいなと思ってます。まあ、見たらやればいいじゃんね、うん、これはそのプラスアルファとかじゃなくて、そうそうそう、見たらやればいいと思います。そうそうそう、うん、でちょっとね、個人的にはね、ベイビーワルキューレが、うん、なんか見た感が
ちょっと見た気になっちゃっててなんでそれエブリデイ見てるからでしょ。ドラマがそんなにハマってない。しかも予告編見てば池松くんがすごい殺し屋役やるんだろうな、ああ面白かったで終わっちゃいそうな気もちょっとするんですよ。なんか視聴者さんが宮崎のことを話してください。そうね、宮崎で撮影してるんですよね、でちょっとね、すいません、まだそこまでやらないんですけど、まあ、じゃあ、デイビアル・キュリエスとすると、他に何の興味があるの？傲慢と善良はちょっと気にはなるんですね。あ、なるよね、まあ、キャストとお話とね、で、竹内さんと一緒で俺、ビートルジュースが、ビートルジュース、ビートルジュースがそんなに響かないよねっていう風にならないんですよね。そうそうそう、一応僕も丸つけてしまったけど、三角でもいいぐらいなんで、そうなんですよ。でね、だから悩んでるのは傲慢と善良とベイビーワルキューレナイスデイズ、どうしようかなと。まあどっちかだな。ちなみに T さんはこの2つだったらどっち？それはワルキューレだよな。でちなみに視聴者さんからのリクエストは、クラウドが一番で 5人の方が、まあそりゃそうだろうな。で、4票がビートルジュース、ビートルジュース、それから傲慢と善良、ベイビー・ワルキューレ・ナイス・デイズ、同点なんだ、哀れみの三章、これが4名の方なんですね、割とだから今日のこの僕がつけたランキングとほぼ変わらないんだよね。そうなんです、そうなんです。で、3名の方がサウンド・オブ・フリーダムで、フレルがお一人、正誤判に生きるお一人、スーパーハッピーフォーレバーがお一人、甘い人生は、ね、お二人の方がいる。なるほど、はい、で犯罪都市東京流れ物を書くお一人、で戻りまして、まあ、ちょっといろいろやり取りさせていただいて、やっぱり傲慢と善良とベイビー・ワルキューレ・ナイス・デイズだったらベイビー・ワルキューレを見たいという T さんのご意見を。すいません、いやなんで謝る、謝る必要全くないですよね。姉妹を、採用させていただいて、以上4本にしたいと思います。なるほど、おさらいです、今週のシネマサロン課題作品はクラウド、サウンドオブフリーダム、ベイビーワルキューレナイスデイズ、アーリングの3章、で私が軽々しく言ってしまった見た気になった感が、本当に見た変わんないのか。いやでも見た気になった感はあっても別にいいんじゃないのね、まあ、それは犯罪ではないしね、で池松君とあの二人が戦って二人の方が勝つと想定してるんですけど、いかがでしょうか。いやどうでもいいですねそんなことは。そして1位になると。何が1位になるの？あ、殺し屋のランキング1位。あ、なるほど、1位になってないのかな。いや別にそれもどうでもいい。確かにね。じゃあ、特集上映の方お願いします。特集はですね、ラピュタ阿佐ヶ谷が番組代わりで、9月29日から11月の23日まで日本映画監督協会プレゼンツ時代と切り結ぶ映画作家たち&映画監督ってなんだっていうのことで、またこれがですね名作揃いなんですよ、ラインナップが。日本映画でね面白い作品がいっぱい並んでいて、これはチャンスだと思うんですね、こういう日本映画の代表作を見るには。プログラムとしては白昼の通り魔、幕末太陽伝、独立グレン隊、網走番外地、日本昆虫記、ダブルの悲劇、集団左遷、武士道無惨、飛行少女、ヤクザグレン隊、知らぬい剣業、遊民街の銃撃、誘拐報道、若い狼、終焉、涙を獅子のたてがみに、狂熱の果て、砂の上の、植物群、大殺人、日本泥棒物語、どついたる年、組織暴力、甘い夜の果て、タトゥーあり、喧嘩エレジー、飢餓海峡、一条さゆり濡れた浴場、吹けば飛ぶような男だが、仁義の墓場、月はどっちに出ている、助手701号サソリとね、どれもね、絶筆で面白そうないいラインナップが組まれてるんで、これは見たことない人はチャンスだと思います。あ、トークイベントが多くて、本木克秀監督、伊藤俊也監督、和田秀樹監督、鹿島俊一監督、伊藤俊也監督、言ったか、山際映像監督、高橋万明監督、などなどね、いっぱい出てくるんで、もし監督のお話を聞きたい人、ラピュタってすごい狭くて近いですから、相当親密にお話が聞けると思うんで、これはいいチャンスなんじゃない。じゃあどれを見ろって言ってね、これおすすめの作品ばっかりだよね。
まあ独立グレン隊かな、あと幕末太陽伝、あの普段なかなか見ることができない作品だと、だったらやっぱり武士道無惨とか、うん、幽冥街の襲撃とか、まあ狂熱の果て、うん、この辺りかな、あとは甘い夜の果て、これ吉田喜寿監督のやつですね、甘い夜の果て。でも甘い夜の果てはあんまり上映されてないと思うんだよね。あとは割と本当によく、あ、吹けば飛ぶような男だがもあんまりやんないかな。あの日本で最も映画を見やすい地域、うん、杉並とか中野とかその辺は、中野は見にくいよね。あ、東中野がポレポレ、東中野だけだからね。あ、そっか、阿佐ヶ谷2巻あるしね、いいよね。下北は世田谷区か、下北は何区、世田谷区、あそこも2巻あるからいいよね。あの杉並世田谷、ただ1本で行けない、うん、だからこの辺ですよね。あれがまた行くの大変なんだよね、うんうん、でも東京のあのエリアは最も映画を見やすいんじゃないですか。そんなこともないと思うんだけどね。でもまあ東京いいですよ、いっぱい名画座があるから、うん、もう今や日本国で名画座なんかほぼないから、うん、いわゆるアートシアターで名画座上映してるね、例えばあのシネヌーボーとかそういうところあるけど、いわゆる名画座ってもう東京にしかほぼないでしょ。東京でしか見れない作品ばっか、課題作じゃな。でもそれが現実だからね、申し訳ないけど、だから前も言ったけど、あの深夜バスに乗って東京で5本見て帰るとかね、まああの佐古さんみたいにネタっていいじゃないですか本当にいいと思いますよ。あの映画見ながら寝るのも気持ちいいし、気持ちいいからね、うん、いやこれすごいいい特集だと思うんだよね。まあだって必見な喧嘩エレジとか、一条さゆり濡れた浴場とか、飢餓海峡とか、仁義の墓場とかさ、もう本当に日本映画史に残るような作品じゃんね、本当に。でカルトもさ、助手701号サソリとかも入ってるし、どついてあるね、日本泥棒物語ね、大殺人、これもすごいですよね。だけどね、ダブルの悲劇とかメジャーっていうか、角川映画だってこれ、うん、まあ当時配給はメジャーだったけどね、うん、これどこだ、東映だったかな、配給とか月はどっちに出ているとか。でもこれシネカノンじゃん、うん、割と最近のやつもね。そうそうそう、やってらっしゃって、うん、これは月はどっちに出てる面白いね、うん、まあ蔡さんの代表作の一本だし、まあこれとなんだっけ、あの、コリアン家族の話ね、ビートの劇場で言ったらなんだっけ、あれ忘れちゃった ね、 忘れちゃったね。あれとこれがまあ代表作かな、やっぱり。いや、なかなかいい作品ですよね、これ。これ混みそうだな、ちょっと。ラピュタの問題はね、朝全部チケット売り出したの、1日の。あ、で、もう10時半 の、 そのモーニングショーを見に行く人と、うん、見ないけどチケットだけ買いに行く人で、うん、下手すると午後1時の回全部売り切れちゃうんだよね、うん、その辺がちょっとね、難点ではあるんだけど、まあでもチャンスなんでね、もしご覧になれる方はぜひ。なかなかみんないい番組を組みますよね、うん、これもまたすごい番組ですけど、シネマベーラー渋谷も番組があるで、28日から10月の18日まで、カメラの両側でアイダルピノレトロスペクティブっていうね企画で、アイダルピノって知ってますか、女優さん。ルビーモネロなら知ってます。いやだからさまあ当然 T さんはご存知ないですよね、アイダルピノ。アイダ・ルピノはなんかご自身ではなんだっけ、自分で語ってることがここに書いてあって、女優としては安上がりのベティ・デイビスだったが、監督としては安上がりのドン・シーゲルになったってことで、アメリカの女性監督の草上げなんですよね。で割とこう B 級映画のヒロインとか、そのまあベティ・デイビスが断った役とか、そういうのをやって、まあベティ・デイビスが断った役を押し付けられた時に嫌がって、それで干されたこともあるみたいですけど、で女性映画の女性監、うん、アメリカで女性監督として、まあ、最初に有名になった女優さんっていうのもあると思うんだよね。いうことで、まあ、俳優としての代表作は多分ハイシエラだと思うんですよ。ハンフリー・ボガードと組んだね、今回も上映されるんですけど、ハイシエラとかは面白いと思いますし、あと監督作ではやっぱりヒッチハイカーかな、代表作は。まあこんだけアイダルピノの作品をいっぺんに集めてきて見るってすごいなと思うんですよね。であと監督が好きな人だったら、ロバート・オルドリッチの悪徳とか、フリッツ・ラングの口紅殺人事件とか、ハイシラもね含めて当然、まあいろいろこう普段見られない作品群をね
いつもあのここでやってくれるんで、これもいいチャンスだと思うんですよ。まあ、東京はいいよね、溢れるほど見るものがあるから本当に。で結構混んでるしね、どこ行っても。まあだからいい企画だと思いますんで、ぜひご興味のある方は行ってください。それから今週の午前10時の映画祭14ということで、フィルム、あ、じゃないフィルム代わりですけど、また新しいチラシ作りましたね、東宝がね。これはちょうどこのプライベートライアンスターリングラードから始まる後半のこうチラシ作ったんで、ゲットしてきました。まあプライベートライアンは皆さんご存知だと思いますけど、戦闘シーンの凄さでね、特に関東のノルマンディ上陸作戦がすごいですよね。1998年のアメリカ映画で、日本ではその年の9月26日 UIP の配給で、上映公開されましたね。アカデミー賞、アメリカアカデミー賞11部門の候補になって、監督、撮影、編集、音響、音響効果演習の5部門で受賞してます。あとバフタ、イギリスアカデミー賞も10部門の候補になって、音響と特殊効果賞で受賞と。それからアメリカ編集組合の編集賞、それから監督組合賞の監督賞、それからプロデューサー組合賞のプロデューサー賞を受賞して、ゴールデングローブ賞の作品監督音楽賞を受賞、あとグラミー賞もね、受賞してます。それからキネマ10報ベスト10では第2位、監督制作はもちろんスティーブン・スピルバーグ、御年、78歳、1946年生まれですね。でもう一本は、よくこれ今週の午前10時の映画祭に入ったなと思うんですけど、スターリングラード、まあジュード・ローが主演して結構あの何あの話題にはなったんですけど、な午前10時の映画祭で書けるような作品かなっていう気もちょっとするんですけどね、僕はね。まあでも、作品の観点いろいろだと思うんでね。スターリングラードは2001年のアイルランド、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ映画で、その年の4月14日日本ヘラルド映画の配給で公開、割とヒットしましたよねこれね。あのヒットしましたね、うん、であのレンタルもすごい回ったね。あ、回ったね、うん。ヨーロッパ、フィルムアウォードで3部門の候補になって、それから、キネマ旬報ベスト10では参考で29位でしたね。でスタリングラードっていうタイトルの映画は他にも東宝東亜が配給した、ソ連映画とかもあるんですけど、まあ、一応スターリングラードっていうとこのジャン・ジャック・アノー監督作、ジュード・ローの主演作が割とスターリングラードとして認められてるんじゃないかなと思います。監督脚本制作はジャン・ジャック・アノーで、ブラック&ホワイト・イン・カラーでデビューして、これでもうすぐにアメリカアカデミー賞の外国映画賞を受賞してますね。でこのブラック&ホワイト・イン・カラーはに東京では岩波ホールで上映されて、その時に僕は岩波ホールでブラック&ホワイト・イン・カラーを見てますね。その後、まあ、話題になるあのフランスの商業作、例えばあのラ・マン愛人とかね、あと子熊物語とか、まあ、いろんなものを撮って、子熊物語がセザール賞の監督賞、それからバラの名前でセザール賞の外国映画賞を受賞している監督ですね。うん、まあ、一時期ジャン・ジャック・アノー作品はね、割とフランスの大作が多かったんで、日本のインディペンデントの大手日本ヘラルド映画とかいうところが結構配給してましたよね。まあそのプライベート・ライアンとスタリング・ラードの2本立てってことで戦争映画特集だと思うんで、なかなかこれはあの見ても面白いと思いますので、いい2本だったと思いますね。次、単館名画座情報ですが、新宿武蔵野館とヒューマントラストシネマ有楽町ではブリジット・バルドレトロスペクティブ、ベベ、生誕90年祭まだ続いておりますので、ぜひどうぞ。シネマアート新宿では27日から3日まで機動警察パトレバー劇場版のムーブオーバーですね、1週間限定のリバイバル。新宿ケーズシネマでは10月4日まで奇想天外映画祭2024、まあ、いろんな、これもなかなか素晴らしいプログラムだと思いますので、ぜひお尋ねの上見てください。から角川シネマ有楽町では10月4日までアラン・ドロン追悼上映ということで、太陽がいっぱい 4K レスト版上映が続いています。それからユーロスペースでは、ジョージア映画祭、27日までの予定だったんですが、なんか好評だということと、山口智子さんがそのインタビュアーっていうのかな、なんつうんだろう、リポーターを務めましたリッスンという、映画があるそうなんですけど、このジョージア映画祭2024年4と山口智子のリッスンが追加されて、
一応10月4日まで上映が延期したみたいなんで、まあ、チャンスなんで、もし山口智子さんファンがいたらぜひどうぞ。28日と29日はこの間、アップリンク吉祥寺で上映してました。この星は私の星じゃない、こちらでも28日と29日上映ですね。シアターイメージフォーラムでは、新作のピアニストを待ちながらの公開記念ということで、七里慶監督作品の、のんきな姉さんが1週間限定、来週10月5日が眠り姫1週間限定の上映ということになってます。あとイメージフォーラムでは現在、11日までフレデリック・ワイズマン傑作選変容するアメリカという特集がやってます。恵比寿ガーデンシネマでは27日から3日1週間限定でカラオケイコが再映になりますね。から東京都写真美術館ホールでは、他の映画館シネスイッチ銀座ほかで上映が始まります。ビバ2期タロットガーデンの道のロードショーが10月4日まで。アップリンク吉祥寺ではですね、東京ランドマークの1週間限定再映ですね。これだから、藤原季節さんの初主演作品だったのがちょっと伸びて、公開されたという作品ですね。からアップリンク吉祥寺ではですね、27日からチャイムのムーブオーバーですね。チャイムはやっぱりいろんなところに回ってきますね。吉祥寺では27日からサムライタイムスリッパームーブオーバーで、吉祥寺エリアにもサムライタイムスリッパ上陸と。から木のシネマ立川では27日から1週間遅れで僕が生きている2つの世界ムーブオーバー。それからシネマベーラですが、明日までプレコードハリウッドで、28日から先ほど紹介しましたアイダルピの、レトロスペクティブが始まります。それから池袋新聞ゲザー、相変わらず番組が細切れなんで行ってきますが、27日まで LP ピラニア軍団復刻記念ピラニアたちのブルースということで、最後はいいですね。それから28日モーリスピアラのアンコールということで、まずは卒業してと開いた口2本立てですね、2本続けて上映。28日土曜日のオールナイトがミッドナイトムービーズ盗作するカルト映画の世界ということで、イレーザーヘッド 4K デジタル修復版とマルチプルマニアックスとリキッドスカイ40周年 4K デジタル修復版、ナイトオブザリビングデッド 4K リマスター、すごい4本立てですね。キチガイになりそうですよね。なかなか魅惑的な4本だと思います。28日と30日がようこそ魅惑のインド映画の世界へということで、ムトゥ・オドルフ・アラジェ 4K&5.1 チャンデジタルリマスター版、 R ・ラージ・マクール、ラージ・クマールだった、ラージ・クマール、バーフバリ伝説誕生と王の凱旋、ジガル・タンタ、ウォー・ウォー、パターン・パターン、タイガー裏切りのスパイの上映ですね。それから別にファイナルカウントダウン と、ワイルドギースも上映。29日、ポレポレでずっと上映が何度も繰り返されてきた越後奥見をもて山に生かされた日々。29日他に、シャルイダンス、それから月歌10周年記念作品ついに登場、月歌劇場版ラビッツキングダムザムービーが上映ですね。29日と30日その男凶暴につき、3×4X10月、ソナチネット新聞ゲザがずっと上映を続けている北野武監督作品が、上映ですね。から10月の1日から6日パストライブスの再開とアフターサン、アフターサンある一生と最近 の、 あの話題作が上映。1日から9日まで、追悼アランドロンということでフィルムノワール映画祭の続き、生きる喜び、さらば友よ、ボルサリーノ、ビッグガン、アランドロンのすべてが上映。早稲田松竹27日まで偉人たちパストライブス再開の2本立て、レイトショーが、ペン・エーグ・ラッタ・ナル・アーン監督の地球で最後の2人、28日と4日が、こちらシネマサロンでもやりましたチャレンジャーズとプリシラの2本立て、レイトショーもやりましたドライバーウェイ同列と。それから神保町シアターは10月の11日まで映画で楽しむ私たちの偏愛文学ということで、明日27日まで桜の森の満開の下、青春の殺人者、ライライライ、銀河鉄道の夜の4本が上映で、28日からフィルム代わりで4日まで松本清張原作小林恒雄監督の、天と線、野坂昭如原作三角健二監督の弔い師たち、江戸川乱歩原作深作欣二監督、三輪明宏主演の黒トカゲ、それから太宰治原作荒戸源次郎監督
督、生田斗真、伊勢谷友介、寺島しのぶ、石原さとみ共演の、あ、森田剛も出てますね、人間失格上映ですね。それが下高井戸シネマ、27日まで90歳何がめでたい、クレオの夏休み、ミッシング、リッチランド、シャーリー、シャーリー、ジャック・リベット傑作選2024は、シークレット・ディフェンス、パリで隠れ、最後何日上映するんだ、これ。28日。まあ、いいか。それから、28日から10月4日、特集として小説 と、映画の世紀展、世田谷文学館コラボ特集ということで、異邦人、これマルセル・カミューですね、原作は。バラの名前は何だっけ、原作。忘れちゃった。第3の男は原作誰だっけ。こんなに出てこないんじゃん。バラの名前とか第三の男だよ、なんで出てけえんねん、まあ、いうことで、それから、普通の番組ですね、大いなる不在、メイディセンバー、揺れる真実、ジャック・リベット傑作選の2週目ということですね。ラピュタ阿佐ヶ谷は明日、明後日土曜日まで、28日まで TGC 戦うガールズコレクション2024ということで、最後の、番組は、ゼロカノンの赤いわっぱ、なんといっても東映が誇る日本の、カルト映画の、まあ、多分ベスト100に入る、日本カルト映画100本に入る作品の1本だと思います、うん、ゼロカノンの赤いわっぱ。グロ描写がね、超面白いですね、これはね。それからキルビルの原作になりました、藤田俊也監督作品の、白雪姫恨み恋歌、これは2作目ですね、恨み恋歌。それから鈴木側文監督で、塩見悦子、主演の華麗なる追跡が上映ですね。から9月29日から先ほど紹介しました日本映画監督協会プレゼンツ時代と切り結ぶ映画作家たちプラス映画監督ってなんだ久々に上映ですね。29日から10月1日まで、白昼の通り魔、大島渚監督で、キネマ旬報ベスト10第9位。それから先ほども紹介しました、幕末太陽伝、川島雄三監督作品で、キネマ旬報ベスト10第4位。映画監督ってなんだ、伊藤俊也監督作品で、キネマ旬報ベスト10、一応参考で第100位です。それから2日から5日が、幕末太陽伝の2週目、それから映画監督ってなんだ、2週目。それから岡本喜八監督作品の独立グレン隊、キネマ旬報ベスト10で第11位。そして石井照夫監督作品で、東映のドル箱映画になりました、ドル箱シリーズになりました、網走番外地の1作目ですね。高倉健ですね。手錠につながれた相手は何だっけ、あの人。忘れました。名前が出てこない。あれのパクリですよね、これね。あのシドニー・ポワチエとトニー・カーティスがね、手錠のままの脱獄、パクリは申し訳ないか、何つったやろ、超パリだ、いやアイデアちょうだいかな、あんまり変わんないけど、まあいうことでね。でモーニングは、10月26日まで続いてます、昭和の銀幕に輝くヒロイン第9弾、109弾、小暮道義で、28日まで、大場秀夫監督作品「帰郷」、29日からフィルム代わりで、成瀬みきお監督の東宝映画、東宝作品「奥にと宝兵」ですね。これ結構珍しいんじゃないかと思うんだよね。割と成瀬監督作品いろいろやるんですけど、「奥にと宝兵」って結構珍しい上映だと思うんだよね。ぜひ僕も見たいなと思ってます。モーク阿佐ヶ谷ですね。27日から10月3日の上、フンクイの少年、同年王子の、時の流れが27日から30日上ですね、風が踊ると川、それから10月1日から3日の上、坊やの人形と連連夫人ということで、まああれですね、台湾映画の巨匠特集の流れを多分やっていて、特にあれですね、オーシャオシェンですね、最初はね、結構やってるのオーシャオシェンの映画を5本やるということですね。それから、下、モーク阿佐ヶ谷の下、近い今回は、アメリカから来た少女、異国日記、メサイア・オブ・デッド、KFC 食人連鎖、東京カウボーイを上映ですね。キネカ大森、27日からの名画座が、このチャンネルでもやりましたアイアンクローと、まあ、アメリカ・アメリス の、 あのフォックス・キャッチャーですね。これなかなかいい映画でしたね、フォックス・キャッチャー、面白かった。27日から、先ほど新作コーナーで遅れて紹介しましたマルホランド・ドライブ 4K レストア版とベイビー・ワルキューレ・ナイス・デイズのロードショ
それから時々私は考えるとデューン砂の惑星の無謀馬からストレンジャー27日から10月4日までマルホランドドライブ 4K レストア版上映ですね。27日から、これも五十嵐晃平監督作品スーパーハッピーフォレバーのロードショーということで日本ロードショーから現在続映中で10月3日までがストレンジャーアニバーサリーセレクションということでゴングなき戦い RRR ミニ&モスコイッツトゥーレイトブルースよみがえるブルース上映それからチャイムと今話題になってますサムライタイムスリッパーの安田純一監督作品の前作ご飯が上映中ですね。それから下北駅前シネマ K2 では、スーパーハッピーフォレバーのロードショーが27日からあと取り付く島のムーブオーバーが、始まりますね。から13日から、企画上映中の K2 アートウィーク2024都市とビジョン幻影のうち17日から、アースとザ・クラウド・オブ・アンノーイングが上映されています。それから五十嵐晃平監督特集上映は10月3日までから悪は存在しないと浜口竜介監督特集が10月の10日まで上映中ですね。下北沢トリウッド27日から10月の10日先ほど新作コーナーで紹介しました合間にてが27日から、劇場総集編ボッチザロックリーの、RE かなの再映から現在続映中のリバー流れないでは10月の6日までが化け猫アンズちゃんは10月の10日まで以上でございます。じゃあ、おさらいです。今週のシネマサロン課題作品は、クラウド、サウンドオブフリーダム、ベイビーワルキューレ、ナイスデイズ、アウレミの3章以上4本にしたいと思います。リクエストをいただいた、数は毎週公表したいと思ってますので、今週結構、たくさんいただいてなおかつ割れたという感じでした、割れたのね、はい。ということで今週の課題作品を決めてまいりました、はい、どうもありがとうございました。